体にいいもの大賞2024にちなみ、エンハイプンの7人それぞれが実践する体にいい習慣についてもインタビュー。エンハイプンが11月6日発売のアンアン2421号に初登場にして初表紙を飾ることが発表された。アンアン2421号は毎年春秋恒例の体にいいもの大賞2024エンハイプンの撮り下ろし写真&インタビューは16ページにわたり展開。表紙で披露している端正なスーツスタイルのほか、等身大の7人のリラックスした表情を切り取ったニットスタイルでも撮影を行っている。スーツスタイルではヨーロッパのアパルトマンを思わせる空気感の中で、7人が個性を持って放つオーラと艶やかな身のこなしで見せる美しい佇まい、射抜かれるような強い眼差しを丁寧に切り取っている。ニットスタイルの撮影でイメージしたのは、冬のオフタイムに過ごす部屋でのまどろみ。モコモコのニットに身を包んだ7人が部屋中をイメージしたセットの中で寝転んだり、ボールで遊んだり、窓の外を見つめたり、まるで部屋で一緒に過ごしているかのような柔らかくてキュート、時にドキッとする表情を披露している。さらにこのセットでは7人全員でのカットに加えて、ジュンワンとジェイとジェイク、キーサングと3部分、スノーと NIKI の3チームに分かれたユニットカットを撮影。メンバー同士でわちゃわちゃと話している表情やふざけ合う姿は、見ているだけで笑顔になってしまうはず。7人それぞれの美しさはもちろん、メンバー同士のカットから見える仲の良さも伝わってくる。また16ページの撮り下ろし写真&インタビューページに加えて、厚紙フォトカード&ピンナップも特別付録としてついてくる。フォトストーリーには掲載されていない全カットが付録のためだけの特別カットで構成。フォトカードサイズのソロカットは衣装違いで両面構成になっており、余白部分にハサミを入れて切り取れば、スマホケースやフォトカードケースに挟んで楽しめるようになっている。ピンナップは7人の集合カットと 2,3 人ずつのユニットカットで構成。こちらも両面が異なるカットになっている。インタビューはエンハイプンの7人それぞれのソロインタビューに加え、まだ知られていないメンバーの魅力を語るリレー形式でのメッセージ、さらにユニットカットで組んだメンバー同士での座談会形式インタビューを掲載。ソロインタビューではデビューから現在までの4年間の心境の変化やグループへの熱い思い、11月から始まるドームツアーや新アルバムへの意気込み、また体にいいもの大賞2024にちなみ、それぞれが実践する体にいい習慣についても聞いている。さらに座談会やリレー形式のメッセージでは、最近のメンバーそれぞれの微笑ましいエピソードも盛りだくさんになっている。体にいいもの大賞2024では、編集部が厳選したマストバイな体にいい最新ギアやアイテム、食品が大集合。気になるウイルス、風邪対策に取り入れたいウェイン頭ケアや、日常のコンディショニングにうってつけな温尿バランスケアなど注目メソッドの紹介も。クローズアップには岡田将生、ソイングクが登場。さらに矢野くんの普通の日々で共演を果たした八木勇進、ファンタスティックスと中村海人、トラビスジャパンのスペシャルバディも掲載。 C マガジンハウス書籍情報 2024.1106 ON セール、アンアン2421号リリース情報 2024.1119 ON セール日お届け日、予定アルバム、ロマンス、アントールド、デイドリームマイナス発売日、11月11日、月曜日。エンハイプンオフィシャルサイト、ハットプス、エンヒポン、JP、ウェバース、イオ、